じゃあ完璧や。あ、もう始まってる？始まった。はい。何やるの？あのね。うん。曜日なんじゃのね。うん。究極級がクリアできるようになって。究極級一番上。うん。究極。で、キュ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 。やっても余裕でクリアできるという。いつもやろう。適当じゃダメでしょ。なんか HP が12000でもあるもん。ああ。パズドラからしたら少ないけど。いやパズドラでも多いって12000は。マジ？うん。いや俺はパズドラでも5000とかだよ。今の4万5000とかいくよ。それはやりすぎだよパズドラ。いや全然やってないよ最近。でもカツさんの弟の方がいっぱいあるやろ HP。 あん、Z ね、これいいやつだな、ギガンジ。気持ちいいやつな、パズルが消える快感や爽感、爽快。背景すごいな。え？背景がすごい。うん、モンスターかなんかいろいろごちゃごちゃしてかっこいいやろ俺の。いろいろごちゃごちゃしてかっこいいって。イラストが。うん。なんかイラストごちゃごちゃの方が強い。なんていうの？細かい方が強く見えるやん。うん、ちょっとね。強そうに見えるけど。ヨルムンガンド。ヨルムンガンド。ヨルムンガンドはヘビだよヘビ。そうなの？うん。あ、そういうちゃんとしたやつあんの？あ、そうだよ。あの世界をぐるっと一周するぐらい長いヘビだよヨルムンガンド。そういうのってどこで知った？え、パソコン、あ、なんかウィキペディアだったっけな。なんか調べたら出てきた。なんかいろいろ知っとんね。うん。パズドラのモンスターも大体そうだ。調べたら出てくるかな。ゲームってさ、なんか西洋のなんか使ったりするやん。ああ、そうだよね。神話の神様とか。神話とか。うん。そういうの使いやすいんだね。ゼウスとかね。オーディンもそうでしょ。ピカチュウとかね。ピカチュウは神話にいたかな。いないな。
ピカチュウ。でもなんかネズミのなんかいそうだよね、神話に。ピカチュウはいなくてもさ、なんかいないかな、ネズミの。これやろう、これやろう、快感やな、なんかサクサク進むとね。イラストがかっこいいね。イラストいいよね、それ。あ、そう、あの画面いっぱいにイラスト出てくる。あ、画面いっぱいじゃないけども。あ、やろう。収まった。イラストが大きい。イラストが大きい。から見やすいのよね。パズドラってちょっとイラストが小さいから。こういうエフェクトがかっこいいんやつないですか。ねえ、エフェクトいいな。ド派手で。うん。グラフィックが進化してるね。やばい、死ぬ。HP 回復しんとつ。ね、よっしゃ、いい感じよ。最後ラスボス、ラスボスあと3分で倒す。ボスバトルあと3分で倒す。頑張れ。あれ、なんか思ったよりもなんか小さい。すごいな。でも強いやつな、攻撃が。うわ、強っ。なんだこいつ。やばい、HP が追いつかん、回復が。ノーコンしたんやけどな。やばいやばい。やばいやばい。やばい。やばい。ああ。やばい。回復攻撃回復。うわ、三ターン。五ターン。四ターン、うわ、死ぬな。お、いったいったいった。いけるいける。いける？おお。あ、やべえ、いけんか。やっぱワンコンするしかねえか。コンか、しんど。あ、いや、使うのもったいねえな。うん、使うのもったいないな。クリアできる実況かと思ったね。でもこれ2回クリアしとるんやて。あ、そう。ダメやった。この手に入れたものがなくなるっていうのが嫌だな。手に入れたものがなくなるっていうのが、こうなんか今までの努力が何だったんだろうって。スタミナだけ無駄になくなっていく感じ。しかもさ、これさ、うん、これあるやん、ワールド2までクリアしたのにさ、うん、3が出へんのよ。他の人もつぶやいたりしとった。参加出ないって。まだできてないのかもしれないよ。そういうことかな。更新したらできるかもしれん。よし、ということがわけで、10分間の実況も終わりそうや。あと20秒。あれ、もう10分経った、うん、早いな、はい、よし、これは終わりとする。はい、ポチッとな。